はい、こんにちは。2月の27日木曜日の日替わり竹部でございます。さて、本日の2月の27日ということでですね、なんかちょっと歴史というかちょっと紐解いてみたんですが、1268年だったでしょうか。なんかちょっともう受験シーズンも終わったんですけども、この時鎌倉幕府が命令して蒙古襲来に備えよとこういうことを西国の御家人に命じたというような、ちょっとした記事を見ました。まあ、1268年というんですから、まあ、700年以上前でしょうかね。まあ、もう新暦での4月だったとこういうふうにして記憶しておりますが、まあ、いずれにしても各国というか、まあ、特に極性地政学リスク、軍事的な衝突というのは、まあ、以前からあったのかなとちょっと改めて思い起こしたところでございますが、さて、本日の東京ドル円相場、まあ、地政学的リスクという高まりも何もなくという言い方になりますでしょうか。ドル円相場102円台の前半で、膠着しているような状況が続いております。今夜でございますけれども、イエレン FRB 議長が、上院にて、議会証言をなさいます。以前でございますけれども下院にて、議会証言をなさいましたので、その後という形になります。で、本来でしたらもう少し早かったんですけども、これ豪雪寒波の影響で延期になったというところでございます。じゃあ全く前回と同じような焼き直しになるのかというと、これもちょっとその辺はリスクを感じなくちゃいけないところでございます。当然、前回から日にちも経っているというところ、ここ最近の寒波豪雪の影響が米国の経済指標にそれ、まあ、多大な影響を与えるというところで、まあ、今後の見通しでは若干、ハト派色を強めるのかどうか、こういったところを注目しておく必要性があるのかなというふうにして見ております。今夜、24時を予定しておりますので、リスク管理十分ご注意していただければと思います。さて、で今回でございますけれども、ちょっとこれはまあ随分、社会の授業みたいなものをちょっと持ってまいりましたけれども、これは何かと言いますと、パッとご覧になっていただけますでしょうか。ここ最近ちょっと話題になっております。話題になっておりますという言い方、ちょっと不謹慎な言い方かもしれませんが、ウクライナ情勢、ウクライナの政変に関してでございます。で、こちらが、まあ、青いの囲ったところがウクライナで、この赤ポッチをちょこっとつけておりますのが、感動を与えてくれました、ソチ五輪オリンピック、まあ、ソチの場所でございます。距離にして、まあ、500キロぐらいだとこういうふうにして、ちょっと確認したんでございますが、ここに来てですね、ソチ五輪はまあ非常に感動を与えてくれたわけでございますけれども、ウクライナ情勢が、円相場に何らかの影響を与えるのではないでしょうかねというようなちょっとお問い合わせが増えてきたところでございます。で、結論から申し上げますと、私はあまり関係ないんじゃないでしょうかというふうにして申し上げました。内容に関してはこれリキアの FX 道場ブログの方に書かせていただいたんでございますが、まあ、どちらかというと輸出入に関しては直接我が国とウクライナにおいては、やはりあまり活性化したという、まあ、距離的な問題もあるのかもしれませんが、輸出が約10億ドル程度、輸入に関しては1億ドル程度というところ、直接投資も3億ドル程度というところで、まあ、あまり大きな影響はないんですが、ただしここでちょっと改めて確認していただければと思いますが、地理地政学的なという言い方をすると、ロシア、そしてポーランドも含めてでございますが、ユーロ圏と非常に密接な関係があるというところでございます。そこで今回のタイトルはウクライナ情勢とユーロ円と、まあ、これ以上これ以下でもないんですが、2月の26日ちょっと緊張をこれ以上何もできなかったという言い方もあるのかもしれませんが、プーチンロシア大統領、3月の3日でパラシュート部隊なども含めてなんでしょうが、3月の3日に緊急軍事演習をまあ終わらせるというような予定になっておりますが、西部を中心としてまあ国境線沿いというところで軍事演習をするというような報道がなされております。まあ、この大義名分という言い方は、このウクライナにおいての核の保有、まあ、核がなされているこういったところの警備が心配だというような大義名分になっておりますが、もちろん私は個人的には軍事介入がこういった五輪平和の祭典を前後してあるとはちょっと思えませんが、マーケットこういったリスクをついてきて動いてくる可能性があるよというところは十分留意しておく必要性はあろうかと思います。ただし前月末比で見た場合、ユーロそしてポーランドズロチなどこういったものは上昇志向、まあ、今若干停滞の形になっておりますが、大きな急落というような形でリスクに感応度を高めているような状況ではございませんが、この、まあ、ざっくりとした日程を見る限りですと、3月の
中旬以降、ちょっとこういったところに意識して、オリンピックがパラリンピックが終わった後ぐらいはちょっとリスク管理としては留意しておく必要性があるのかなというふうにして、感じて、今回ユーロ円のチャートちょっと改めて再確認していただければというところでご案内させていただいた次第でございます。高値そして安値、直近の最高値最安値、フィボナッチリトレースメントで見る限りですと、現状の140円ミドルから後半141円というのが、まあ、ある程度達成感を見せてしまったのかなというような警戒感を持っております。で、加えてでございますが、日足一目均衡線上ではこの雲の中に今後入っていくという流れの中では、ここから少し下向きになってくるようですと、警戒を持たなくてはいけない。そういったところでは、2月の上旬のめどでございますが、136円の、まあ、前半から半ば、こういったところまで押し返す、押されていく可能性もあるのかなというふうにして見ております。そういった意味では漠然とした、申し上げ方なのかもしれませんが、以前からやはり IMF の篠田専務理事などもおっしゃっておりましたが、いざという言い方変ですけども、リスク回避の圧力としては円もしくはスイスフランなどに大きなバイアスがかかってくるというような状況が以前から見受けられるところでございます。マーケットふとした感激をついてスッとついてくる可能性があるというところ、そして当然でございますが、先ほど申し上げました日程以前にもですね、何らかのヘッドラインニュースなどでリスク感度が高まってくる場面もあるかもしれません。十分ですね、こういった情勢も横目に睨みつつ、対円相場総じて、対円相場総じてになりますけれども、十分リスク管理ご留意していただいてお取り組みいただければと思います。以上、2月の27日木曜日の日替わり竹部でございました。